とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はタワー完全攻略やっていきたいと思います。今回は21回までと結構短め、しかも、20分以内で頑張ればいけます。まあ問題は21回のボスをどう早く倒すのか、それが問題ですね。うまくいけば、20分以内いけます。まあでも俺もあんまり成功はしないんだけどね。はい、まあとりあえずいきましょう。難しいのは終盤若干難しいところがあるけども、序盤はそう難しくはありません。ここでスパイダーアーマー取っていきましょう。スパイダーアーマーが、今回最後まで着ていくやつですね。やっぱり 6% 吸収がついてて、ものすごく戦いやすいですね。すんごい戦いやすい。んで、よし、攻撃速度も高いので、まあ、言うことないよね。できれば、まあ、耐久力がもうちょっとあった方がいいんだけども、まあ、そこは仕方がないところですね。耐久力をね、よし、上げたら火力が下がったりしますので、まあ、なかなかそういうね、何にでも使える武器、防具、難しいよね。結局どっちかにね、振られてるので、まあいい感じの調整よ、本当に。2回報酬いりません。で、ここで武器に重力を入れておいてください。重力入れとくと、まあ、若干なりと、役に立ちます。重力が入ってるとね。よし。一応敵をね、集めてくれるんで、若干戦いやすい。ないよりは全然戦いやすい。なので、重力を入れておいてください。まあ、他にね、入れるやつなんもないと思うんで。よし、オッケー。あと下の方にいるんかい？この重力集めるの本当にいいよね。はい、3回。クリアです。次行きましょう。ここはいりません。そのまんま進んでください。で、ここ4回ですね。4回は、敵をある程度倒すまで、こっちで待機してたらいいです。ここでね。雪ゾンビが、あと1体出てくるんだよね。そいつを倒してから、別の場所、次の場所に移動した方がいいです。ぐるぐる回るよりも、倒してから、次に行った方が、時間短縮になりますね。で、ここ、槍のやつがいるんで注意してください。めんどくさいんで、こいつ。槍のやつは、めんどくさい。しかもここはね、凍結があるので、またそれもめんどくさいよね。よし。終わりかな？ 4 回クリア。次行きましょう。ここ報酬で雷の杖です。杖を取っていってください。で、ここが、矢筒がありますので、忘れないように取ってくださいね。矢筒は忘れずに。一応今回、矢はね、余りがちなのよ。結構余りがち。だけども、まあ一応、この箱から取っておくとお得なので、まあ忘れずにね、取るようにしておいてください。取ってこよう。箱がね、今回2箇所あります。まあ、その2箇所だけで大体矢は事足りるので、よし、はい、終わりかな。いや、まだだ。こっちにいる。お、うまいとこに行ったね。はい、5回クリアでーす。んで、ここ、報酬いりません。輝くローブをねちょっと試してみたんですけども、こっちの方が安定するかな。火力は確かにあっちがいいんだけども、こっちの方が俺は安定した気がします。
でクールダウンを入れてください。で入れてから金細工で上げるようにしてください。上げてからエンチャントを入れると、エンチャポイントがすごくもったいないので必ず、エンチャをつけてから鍛冶屋に入れるようにしてくださいね。おお、そうだった。オッケー。もう4発しか、倒せなくなるので、もう逃げた方がマシですね。どこ行ってんだお前それ。よし。で危なくなったら本当にね雷の杖、使っててください。最後の方まで行きますとソウルが結構溜まってます。なので、うん、最初のうちからどんどん使っていっても OK です。じゃあここ結構ね敵の耐久力がねあるんですよね。結構耐久力がある。硬い硬い。よし、オッケー。なんで、まあ一応、やられはしないとは思うんですけども、HP 管理には、若干気をつけて、見ておいてください。パンも食っとけ。で、あとは、雑魚が結構います。ほんと痛いよね。よし、オッケー。でもパンと魚とかで回復はできるかな。あぶね。よし。あ、あとあれか。スパイダーのオッパー吸収でも回復してるか。はい。7回クリアでーす。で、ここ、星なき夜でもいいけども、俺はね、ささやく槍を取ってるんだよね。まあ、これは好みだと思います。うん。槍か、星夜か。まあ、好きな方を選んでいってください。俺は槍に、弱体化つけたら結構いいかなと思うんだけどね。まあでもこれは好みの、ここはここの武器は、うん、両方とも強いから。よし、まあ自分が危ない使いやすい方を選ぶようにしてくださいね。よし、オッケー。よし。おお、矢が出た。ラッキーだな。意外ともう360本あるんで、もう矢は必要ありませんね。8回クリア。次行きます。ここは乱射のクロスボウですね。でエンチャントで、マルチショット、そして連鎖反応です。もうこの乱射系はね、このエンチャに限りますよ。で、こことにかく、敵結構ガシガシきます。なので、基本的に弓で戦うようにした方がいいですね。ああ、まあまあ、槍の時は、槍を使っていっていいんですけど、星寄る時とかは、ああね、気をつけてください。お、また矢が出た。結構出るな。結構矢出るね。こんだけ出るのもなかなか珍しいですよね。はい、9回クリアです。ここはバージーネストを取っていきましょう。で、ここロイヤルガード結構出てきます。ロイヤルガードは結構めんどくさいんでね、蜂を出してあげて蜂をタンクにしてやるとうまいこと倒していけると思いますよ。うん、ロイヤルガードめんどくさいもんね。攻撃食らったらノックバックするし、すごく嫌なやつ。 OK、 いいんじゃない。もうめんどくさいことするな。よし、 OK。 まあレイスが結構いるけども問題ないね。んで、こっち側を倒して、こう下にもね結構行ってる時あるんだよね。ああ、今行ってたね。
上のやつが下にね降りてってる時があるので、一応下を覗いていってください。でここボーンクラブ買いましょう。パワーといえばやっぱりこのボーンクラブ、うん、すごく役に立つ。はい、でここですけども、これ乱射のクロスボウを輝くハープクロスボウに変えましょう。性能が違うよね、やっぱりハープになると乱射とは性能が結構変わります。んで、マルチショット3まで上げてあげてください。でここで吸血ですね。うん、蜂も後で入れます。とりあえず吸血の方がいいです。んでまずここ上のイリュージョナーの方から倒すようにしてください。雷の杖をうまく当てると速攻で倒すことができます。よっしゃー、このブラインドをもらうとねめんどくさくなるので、ブラインドが本当に嫌。 OK、 あとは伸びてね。 OK、 はい、終わり。雷の杖をうまく使えば大丈夫です。ここ何もいりません。そのまま進んでください。でここもね敵多い、敵が多いです。バジーネスト使って、うまいことタンクにしてあげると倒しやすいと思います。ここはね多いよ、結構来る。で、あ、ここにも箱あるね。うん、箱があるんで、これ矢はもうどんどん使ってください。もう打ちまくって OK。 その方が絶対あ、あぶねあぶね、こいつには注意してこいつ変更ついてるんで、こいつはねノーマルの敵だけども変更がついちゃってるんですよね。 OK。 おこっちにも矢が出てる、ラッキーだなー。もう実際250本でいらないんですけども、まあ一応取っていきましょう。300本、多いな今回。結構矢がたくさん出てきてくれてる。ここ何もいりません。そのまま進みましょう。ここネクロマンサーが出ます。ネクロマンサーはあね、雷の杖も使ってやるとまあそこそこ早く倒せると思いますよ。でもここも同じく、敵多いです。多いなので、あ、まあまあぼちぼち倒してください。はい、雷の杖 OK、 任せろ。本当にねここね結構湧くんだよね。また矢が出た、めちゃくちゃラッキー。こんなに出ることあんまないですけどね、今回はすごく運がいい。うん、いいやつが出てくれればいいけど。ここパワーシェイカーですね、取っていってください。でここ同じくイリュージョナーが出ます。下側ですね、下の方がイリュージョナーなので、そこにうまいこと、雷の杖そしてパワーシェイカーを当ててあげてください。速攻で倒せます。もうイリュージョナーがもうとにかく嫌だから、あいつさえ倒せばもうなんてことない。もう雑魚です。15回クリア。次いきます。ここ何もいりません。そのまま進んでください。はいはいはい、どんどんいきます。でここがねエンチャンターが結構出ます。エンチャンターを、野放しにしてると、まあ、やられやすくなりますので、一応注意して、うん、やってください。OK。おー、一発では倒せなくなってる。まあ、そりゃそうか。雷の杖は、ほんと序盤に取ったアーティファクトなので、パワーがもう足りない。うん。OK。で、こっから、エンチャンターの、場所ですね。エンチャンターが鬱陶しい、まあ、とにかく
エンチャンターを先に。なんかあれなんでなんで攻撃が当たらなかった。びっくりした。なんかちょっと変なとこに入ってたのかな。よし、ではもう少しですね。こっちの上が 2,3 匹でしょ。3匹か。で、あっちにエンチャンターがいておしまい。はい、クリアです。で、ここでこれ汚染された種を、バジリネストと変えてあげると俺は戦いやすいかな。で、ここね、ロイヤルガードめちゃめちゃ出ます。こいつらを、汚染された種で足止めしてやると意外とやりやすくなると思いますよ、うん、とにかく弓で倒して OK。 めちゃくちゃ近づいてきたなっていう時には、汚染された種で足止めしてやってください。んで、下のやつらはもうこの見えない場所あたりから、この見えないとこあたりから弓をバシバシ打ってやるといいです。うん、姿が見えるとこまで行くと結構攻撃が来るんですよ。なので見えないあたりからバシバシ打ってやるといいと思います。で、ここ裏切りの刃です。裏切りの刃が、最終的な装備ですね。クリティカル、そして虚無を入れておいてください。行きましょう。で、ここもネクロマンサー出ます。うまいこと、雷の杖を当ててあげるといいですね。よし、ネクロがね結構 HP 高いんだよね。よし、当たってね全然当たってね。あさっての方向に打ってるな。よし、まだあと1体いるからね、ネクロマンサーが。こいつも、種で足止めしてから杖を当ててあげる、そういう感じですね。よし、いたいた。しゃあ、ナイス。で、まだいるんでしょ、こっちに。 OK。で、この2匹でおしまいかな。18回クリアです。ネクロがちょっとね攻撃力高いので一応注意してください。で、ここ爆発のクロスボウですね。爆発のクロスボウ結構強いです。クリティカル2と連鎖反応1入れておいてください。しゃあ、で、ここも例のごとく出てきます、ネクロマンサーが。なので、あー当たらんか、無理かでも種はね、ほんとどん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 使えるのでいいと思います。うん、ほんとにねすごく使いやすいアーティファクト。まあまあ通常ではあんまり使わないんだけど、パワーではすごくいい。はい、次何もいりません。そのままいきましょう。で、ここ武器上げていいんだけども耐久力が不安だなっていう人はスパイダーアーマーがいいですね。うん、まあ武器上げてもそんなにね、倒すスピードは変わりません。パワーシェイカーで基本ダメージを与える感じなので。はい、では行きましょう。もう出てきた瞬間に、パワーシェイカーで攻撃ですね。 OK。うん、こいつにね、あんまりこの当たんないのよ。あし、このってあれ、雷の杖なんかね当てにくいんだよね。一応こいつにね、あの輝くローブ持っていって何度もね試したんだけど、どうもね変なとこに雷が落ちたり、あと雑魚的にね行ったりするんで難しいよね。オッケー、いいんじゃない。おーい、よっしゃ、オッケー。あー固まった、最悪だ。
よし、この雑魚敵はね、意外とこの種がいい役に立ってくれる。レイスっぽいな。よし、 OK です。で、攻撃速度が上がってるからね、当てやすいのよ。いけ、あー、いけるか、無理か、縮小、うまいこと HP 半分のところに持っていけたかなと思ったんだけども、次だね、次、次でちょっと総攻撃かけます。まあ総攻撃かけてもそんなにダメージはないじゃないんだけども、よし、 OK、 いきます。うん、あー、倒すまではいかない。よし、倒す、うわー最後の最後粘るこいつ。ああ、でもこれで終わりですね。若干かかった、まあまあまあ説明しながら言ったっていうのもあるんで21分ぐらいですけども、はい、まあ、うまくいけば20分以内でクリアすることができます。うん、もうちょっとね、なんかいい倒し方があればいいんだけども、まあビーストバーストか、ビーストバーストもできるんだけども蜂を出すのも難しいんだよね。はい、では報酬見て終わりまーす。うん、しょっぱいな。クリティカル1、爆発2、あー、虚無2、まあ使えなくはないか、これでいいっすね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。